ハレルヤ、感謝します。今日も共に聖書から学んでいきたいと思います。ということであります。お父さん、あなたを賛美します。今この配信を通して一人一人に語ってください。あなたの御心を教え、あそこに来ていくことができますように。あなたの恵みと祝福が一人一人に伝われることを感謝して、イエス様を呼びます。アーメン。ハレルヤ、感謝します。今日はですね、占領するというタイトルで、分かっちゃっていきたいなと思います。テキストは吉脇の23章5節6節になります。お読みいたします。あなた方の神主ご自身が彼らをあなた方の前から追い払い、あなた方の目の前から追い出される。あなた方の神主があなた方に告げたように彼らの地を占領しなさい。またモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行いなさい。ここで神様はイスラエルの民にヨシュアを通して語られました。ヨシュアはイスラエルの民を約束の地に導き、またイスラエルの民はですね、12部族それぞれが所有するその土地を分けたんですね。そして分けた後に彼が語った言葉が今の5節6節でありました。相続地を分けたんですけど、まだ残っている国々があったんですね。ここは君たちの部族の場所だよ、この部族はここら辺の場所だよと分けたんですけど、まだその分けた場所でも貸し取ってない場所があった。それでこのヨシュアは、あなたの神主ご自身が彼らをあなた方の前から追い払い、あなた方の目の前から追い出される。神様はそこも全部追い出してくれるよと。なので、あなた方の神主があなた方に告げたように彼らの地を占領しなさいと、とどめを刺して、そこをまだ貸し取ってないところを貸し取ってきなさいということをヨシュアは語るわけなんですね。ここの箇所を読んで、神様が私たちにもですね、同じように占領しなさいと励ましておられる、そのように感じました。まあ、今私が住んでいるのは千葉県の八千代市なんですけど、この八千代にいる間ですね、この八千代を占領しなさいと、このキリストを伝えていくようにということをですね、すごく神様から語られているように思いました。またこの八千代だけじゃなくてですね、この印西の地、また八千代の地、またこの千葉の町、千葉市、またこの千葉県、またこの日本中、貸し取っていく、またそのために何かする必要があるということをすごく思ったんですね。この話を見てくださっている皆様が住んでいるその国は、日本から見てくださっている方や、海外から見てくださっている方もおられるかと思うんですけれども、住んでいるその土地、その町、そこを貸し取るために神様があなたをそこに置かれているんですね。なのでそこを貸し取っていくために、そこにキリストの統治を、キリストにあって貸し取っていくために、私たちはそこで祈り、礼拝し、またそこで福音を伝えていく必要があります。弟子を作っていく。なのでですね、ぜひ今日励ましたいのは、ぜひその地を占領していってください。で、どのようにしてその地を占領していくのかということについてなんですけど、6節に具体的な詳細が書いてあるんですね。お願いします。またモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行いなさい。このモーセの律法の書っていうのは、神様がモーセに与えられた10回とかをはじめ、律法、神様がやるようにという教えられた戒めがあったんですけど、現代の私たちにはこの旧約聖書の律法だけでなく、またこのその後のですね、新約聖書も与えられている、この聖書全巻ですね、これ全部この聖書が神様が私たちに与えてくれた御言葉でありますけど、これを私たちは守り行うこと、断固として守り行うこと、断固として守り行いなさい、ことごとく断固として守り行いなさい、神様はそれを私たちに願っておられます。御言葉をことごとく守り行っていく。そのために私たちが毎日聖書を読む必要があります。また御言葉を読むだけじゃなくて、どのようにしてそれを実行できるかということを考えて、それを実践する必要があります。聖霊様によって私たちは御言葉を読むときに悟ることができ、またそれを聖霊様に聞きつつ、聖霊の助けによって御言葉を実践することができます。そのときに私たちは、私たちの住んでいる町々を勝ち取っていくことができるんですね。なので、ぜひ御言葉を読んで、そして御言葉を守り行って行ってみてください。その時に神様が私たちの住んでいる町をですね、そしてこの国まで、国々まで勝ち取らせてくださる。
動してくださると信じます。それでは一言になります。天のお父さん感謝します。本当に主がこの歌詞を通して勝ち取ること、占領していくことを教えてくれて感謝します。あなたの御言葉をそのためにことごとく断固として守りを行っていくことができるように、私たちが日々聖書を読む時間を作っていくことができますように、また聖霊様によってその御言葉を悟らせてくださって、聖霊によって御言葉を行わせてください。ああ神様、あなたを愛することができますように、また本当に心から心思い精神力を尽くして神である主を愛し、またあなたが命をすると愛してくれたように隣人を関わる一人一人を愛していくことができるように祝福してください。また行いと真実をもって愛を示していくことができますように、私たち一人一人関わる一人一人に今日も愛を実践させてください。また御言葉を述べ伝えて生かせてください。また福音を分かち合っていくことができますように、伝道していくことができるように祝福してください。聖霊様、この配信を見てくださる一人一人の人生の上にあなたのあふれるばかりの恵みがすがりますように、あなたの力を注いでください。あなたの愛を何よりも注いでくださって、今日もあなたの恵みで励まし喜び平安で満たしてくださいますようにお願いします。一人一人を通して、その一人一人が住んでいる町が貸し取られ、キリストに貸し取られ、占領し、そしてそこでキリストの統治がこの日本に、そして全世界にしていくことをイエスの名で感謝します。心から感謝して祝福してそう思っております。アメン。ハレルヤ、感謝します。今日も明日の祝福が豊かになりますように。シャローン。